自動販売機が立ち並ぶ不思議な光景、懐かしさが心をくすぐるこんなスポットはいかがでしょう。昔ね、深夜に自動販売機がさ、ずらっと並んでいつでもご飯が食べられるスポットがあったらしいんだけど。自動販売機でご飯？私も聞いたことないんだけどね、その自動販売機を集めてる人がいるんだって。何それ、面白そう、今回は中古タイヤ市場に向かいます。圏央道相模原愛川インターチェンジよりおよそ8分、中古タイヤの販売や買い取り、タイヤの修理などをするお店なんです。 K さん、ここ中古のタイヤ屋さんですよね。そうだよ、中古タイヤ屋さんではあるんだけども、私たちが行きたいのは、あっちなのよ。あっち、ちょっとついてきて、ついてきて。あっちって、あれれ、ケイちゃんどこ行くの？ここだよ。うわ、すごい、これ全部自販機ですか？すごいでしょ、しかもいろんなのがずらって並んでんの。なんとお店の側面に自動販売機がずらっと、しかもどれも年代ものですね。集めたのは中古タイヤ市場の社長さんだそうです。今これ何台ぐらいあるんですか？これ今100台ぐらいです。100台古い自販機が好きで集めてたんですよね。すごい、中身補充しなきゃいけないと思うんですけど、はい、うどんとかそばとか売ってないんで、自分のところの調理場の方に作って入れてます。作ってるんですか？商品の補充やメンテナンスは全て手探り。いやー、すごい情熱。気になる自動販売機を試してみましょう。ハンバーガー買ってみようかな。60秒で焼けますって。見て見て、カウントダウン始まったよ。あったか、あ、熱いよ、熱いよ、すごいレトロなだね。カレーやってみる？やってみましょう。いいよ、辛口。もう出てきた。お弁当みたいな、で、ルーとご飯。そういうこと。天ぷらうどん、天ぷら。天ぷらがどうなってるか。出た、25秒。駅の立ちそばより早いね。早い、来た。ちょっと待って、なんか汁出てきた。出たね、汁出てきた。今出たよね。おお、見てこれ、天ぷらの。すごい、エビ入ってるよ。かまぼこもあるし。本当だ、これも日々毎日補充されてるんだもんね。そうだよね。独特な販売方法にパッケージもレトロなこの感じ、2人とも大興奮でした。なんかさ、自動販売機のお祭り縁日みたいで面白かったね。ね、なんか古いもののはずなのにむしろ新しく感じて面白かったです。確かに、ドライバーが集う憩いの場。この番組はもっと安全にもっとスムーズにネクスコ中日本の提供でお送りしました。どのルートで渋滞避けよう、東名リニューアル工事渋滞減らしたいキャンペーン、専用アプリを登録してクーポンをゲット、詳しくは東名工事で検索。次回は工場見学、相模原荻野パン。